ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するためのいろは。こんにちは、ミスターお口です。今日もよろしくお願いします。さあ、今日ですけども、私も、パフォーマンスを始めて間もない頃、1年、まあ、2年ぐらいの頃に、ちょっと悩んだところなんですけども、屋外でパフォーマンスをするときと、それから屋内、室内でですね、パフォーマンスを、するときがあると思いますけども、私の場合は、まあ、屋内で、室内でパフォーマンスをするときは、まあ、結構いい感じでショーが盛り上がるのに、屋外、外でパフォーマンスをするときは、ちょっと盛り上がりづらいということが実はありました。で、まあ、最初なぜそういうことになるのか、なかなか原因が見つけられなかったんですけれども、どうも、まあ、屋内ではお客さんが集中しやすくて、屋外ではお客さんがこうショーに集中しづらいのかなというところにちょっと気づきまして、で、まあ、それが原因が何かっていうのをよく探してみると、屋外っていうのはやはりこういろんな雑音があります。外にはね、まあ、例えば車の、まあ、走ってる音であったり、人が歩いてる音であったり、いろんな音が溢れてますね。その点、屋内、室内っていうのは、まあ、窓を閉めて扉を閉めてしまうと、まあ、結構シーンと静かですよね。ということで、屋外と屋内っていうのはかなり雑音がある、ないというか違いがあるなというところに気づきました。で、まあ、そこで気をつけて何をやったかというと、屋外でショーをやるときは、屋内でやるときよりも BGM、音楽、曲、それからマイクのボリューム、音量を上げるっていうことを意識してやるようにしました。で、そうすると、やはり、だいぶ、こう、屋内と屋外での、お客さんの、この盛り上がり方っていうのは、ちょっと差がなくなって、やはり、いい感じに なりましたので、皆さんにも気をつけてもらいたいのは、室内で、やるときの、よりも、屋外でやるときは、マイクであったり、曲の音量をできるだけ大きめに上げてやっていただければ、だいぶその部分が緩和されるかなと思います。はい、本日はね、そんな感じでした。